はい、ちょっとあなたたち、ちょっとちゃんとみんな整列せんといかんよ。今からちょっとビアンカおばちゃん YouTube の関係の撮影の関係だもんね。そうそうそう、みんなビアンカおばちゃんの近くでちょっと決め顔しとってほしいわ。あ、どうもビアンカ人です。今日はあんみつちゃんの子犬ちゃんたちのご紹介。これ見てもらって分かる通り、こうみんな耳が立っちゃった。もうなんかビアンカ人顔でかいように見えるけど、もうこの子たちもものすごくみんなお顔が大きくて可愛い顔。お耳が立っちゃったら一気にフレブル感マシマシでお願いします状態。何ちょっとビアンカ人の匂いを嗅ぐんじゃ、匂い取ったらいかんよビアンカ人のこと。まあそんな感じでビアンカ人のお家は今日も大にぎわい。ちょっとあなたたち、こう YouTube の関係ちょっとおすまししとってちょうだいよ、ちょっとの間。そうそうそう、そういう感じ。あら、かわいらしいね、あなた。何？ちょっと、何やっとんの、あなた。ビアンカ人の、ちょっと、顔面パンチいかないじゃないの、これ。困ったことは、まあ、こんな感じ。とにかく今日は、この子たちの特集の回です。おじゃ、今日も張り切ってどうぞ。はい、というわけでもう、ビアンカ人なんかこの子たちに顔をパンチされちゃったもんで、もうお外に出たところ。ビアンカ人いなくなったら、おばちゃん来たよって声来た。あれ？ビアンカ人を呼びに来たのに、イズちゃんが来たね、今度は。ねえ、あなたたち、イズちゃんのおっぱい吸おうとするね。もうイズちゃんもおっぱい吸われるかもしれない。隠しとる。おっぱいを吸うんじゃないよって感じで隠しとるわ。みんなで、まあ、イズちゃんのとこ集合しちゃって。何あなた。あなたはカメラ大好き子かね。まあ、イズちゃん。これ、あなた、子犬ちゃんかわいがろうと思ったんだ。イズちゃんが来ても、イズちゃんこういうとこあるよ。もう、俺がの性格のイズちゃん。女子だけど。まあいいよ、もう、イズちゃんはどいとって。まあ、こういうふう。もう、最近は、この育児ルームの、このヘリから、おい、みんな誰か、あたしたちと遊んでおくれよって、まあ、こうやってお誘いに来るよ、この子たち。まあ、ゆうべももう、朝の4時にもう、こういう状態になっちゃって、もう、パパさん、もう、いつ寝ればいいのって言って、まあ、こうやってもう、嘆いとって、だけどもこんだけ可愛いもんでもどうしても許しちゃうところがある。まあこんな可愛い顔で朝4時に迎えに来られたらまあ応じちゃう。はい、もうパパさんももうこれおさわり NG って言ったのに、まあ、すぐこうやってもうふにゃふにゃ触っちゃう。もう子犬ちゃんたちも毛も柔らかくてもうやりっこくて、まあ、かわいらしいよ、ほんとに。もう、パパさんもすぐこうやって触っちゃう。まあ、なんちゅうかわいいのって。もう、だけど、こういうスキンシップもすごく大事なんだって。まあ、こんなつぶらない瞳で、これも朝4時にこういう光景。まあ、この時間は朝4時じゃないんだけど、なんでかしら、この子たち、朝4時になると運動会始める癖がある。はい、スイちゃん。ねえ、みんな同じ顔して可愛い顔。ねえ、オレンジの子だがね。まあ、で、赤いリボンの子。みんな、べっぴんさん。もう、べっぴんな、ポッキー4姉妹たちでした。じゃあ、今日はここまで。